同社大学同社社史料センター社史料調査員の小枝裕和と申します。本日はハリス理化学館同社ギャラリー第22回企画展「支え合う志をつないで障害学生支援制度発足20周年」の開催に伴う展示説明動画にアクセスしていただきましてありがとうございます。本展は2021年3月19日から5月23日まで開催される企画展の説明動画です。本来であればギャラリーまでお越しいただき、資料を目の前にして説明をさせていただくところですが、新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から展示説明を動画で配信することにいたしました。本展は同志社大学の障害学生支援制度が20周年を迎えたことをきっかけとして企画されました。よって本展ではこの20年の歩みを資料で振り返ることを大きな目的としています。そしてもう一つ目的としたことがあります。障害学生支援制度が発足する以前、障害のある人々に対する同志社の対応はどのようなものであったのかという点です。制度が発足した2000年以前の同社の125年の歴史の中で、制度と関係する事実はどれほど存在するのか、見つけることができたものをギャラリーで展示しております。このような観点から本展は4つの大きなテーマに分けて構成されています。エピローグとプロローグを挟んで順次説明していきたいと思います。各テーマの解説はプロローグ及び第1章は小枝が、第2章から第4章は同志社大学学生支援機構学生支援センター障害学生支援室チーフコーディネーターの辻橋恵美子が、エピローグは障害学生支援室室長で文化情報学部教授の坂田真美子が担当します。なお、動画に登場する障害の表記が2種類存在します。同志社大学では2003年より人を指すときにはひらがなを用いて障害と表記してきました。さらに2015年度以降は人に加えて人の状態を指すときにもひらがなを用いて障害と表記しています。しかしこの動画の中では漢字とひらがなの2つの表記が混在します。漢字を使用している場合は歴史的事実や資料に基づいた表記とお考えください。それでは動画の再生時間はおよそ30分です。ご覧ください。プロローグ、山本角馬建白の歴史的意義。第1章では障害学生支援制度が発足する前の歴史を紹介していますが、最初に同社の創立に尽力した人物の一人、山本角馬を紹介します。ご覧いただいている写真が角馬の肖像です。写真上部に英語でブラインド山本と書き込みがあります。角馬は盲目で足が不自由でした。角馬の生涯は一説に幕末1864年の蛤御門の変で負傷したことが原因と言われています。つまり角馬の生涯は同志社に関わる前の後天的な生涯です。ではなぜ生涯を負った角馬が新島城とともに同志社の創立発展に貢献できたか、その理由は角馬の能力が培ってきた人脈にあります。これをよく表す資料が次にお見せする山本角馬建白、通称角建です。山本角馬建白は角馬が文献や外国人から見聞きした内容をもとに日本の近代化に関する意見をまとめた文書です。盲目の角馬は自分で書くことができませんので、角馬が講述する内容を野沢啓一に筆記させてこの文書をまとめました。ちなみにこの文書がまとめられた時の角馬の状況は幽閉状態でした。会津藩藩士であった角馬は蛤御門の変の4年後に勃発した戊辰戦争の最初の戦いである鳥羽伏見の戦いの直後に捕らえられます。
その後、現在の今出川キャンパスの場所にあった薩摩藩邸に幽閉されました。その時に故郷の会津藩へと迫る新政府軍へ思いとどまるように嘆願の思いを込めてまとめたのがこの漢検です。漢検の内容は薩摩藩だけでなく新政府の関係者に広く認知されたようです。その結果、角馬は会津藩藩士でありながら、兵部省や京都府などと関わり、やがて同社と関わります。このように角馬が生涯を追っても社会に影響力を及ぼすことができたのは、官憲が代表しているように角馬の意見を表現する手段があったからです。この意味で官憲は代筆資料であり、同時に同志社が所蔵する最古の代筆資料でもあります。ここまで話をすると、同志社は創立当初から障害のある生徒や学生に対する理解のある学校のように思えますが、実際の歴史はどうなのか、第1章で見ていきます。第1章、開く障害学生支援制度発足前。同社でヘレン・ケラーが講演をしたということを聞いたことがある方がいるかもしれません。実際に1937年、1955年の2回、同社の女子部を訪問しています。この事実により、同志社が早くから障害のある学生に対して理解を持っていたことを示していると受け取られることもありますが、果たしてその通りか、難しいところです。山本角馬も関わった同志社ですが、現段階で開校当初から障害のある生徒が学んだという記録は残念ながら見つけることができていません。仮説ですが、同社の記録の中に記述が存在しないことは、障害学生が学校で学ぶということについて、同社学内にほとんど意識がなかったことを示しているとも受け取れます。では、いつ同社が障害学生を受け入れたのかとなります。明確に伺い知れることは、1948年に新制大学が開校した翌年、すなわち1949年から定時による入学試験を実施したことです。しかし、盲学生の入学後の就学サポートは皆無であったように思われます。そのような状況を変えていったのは学生らの行動でした。その母体となった団体が盲学生友の会です。盲学生友の会が作成した冊子「友の会の歩み」によると、友の会は1952年、盲学生であった勝川武さんの司法試験の受験勉強サポートをきっかけとして始まったとされます。この友の会の発足が、現時点で同志社市における障害学生支援のスタートになります。そして、そのスタートは学生主導でした。一方で、この頃同志社の役職者がどのように考えていたのか、これを伺い知れる資料があります。ご覧いただいている資料は、第2回全国盲大学生大会の報告書です。この大会に同志社からは総長代理として秘書課長の田中良一氏が出席しました。田中の作成したこの報告書は、大学の役職者に回覧することを前提としています。そのため、田中は報告書で特に見てほしい箇所にコメントをつけました。この大会では4つの議案が可決されましたが、その第1議案、盲大学生の勉強並びに研究上の障害の除去対策に次のようなコメントをつけています。今後、同志社が盲学生を受け入れる場合は、下記のごとき設備をすることを考慮に入れねばなりません。相当な特別経費を要するわけであります。下記のごとき整備とは、内外専門図書の備え付け、代読者斡旋機構の設立、点字図書閲覧室の整備を指します。
この田中の言葉は1952年当時、同社内にはこうした設備がなかったこと、障害学生の就学支援という考え方がまだなかったということを伺わせます。その後、障害学生の就学支援施設はどうなったのか、詳しい経緯はよく分かりません。しかし、断片的な資料から分かることがあります。盲学生友の会の設立から23年後、1975年6月9日付で、友の会の後身である盲友会が、学長と学生課長に宛てて提出した要求書が残されています。ご覧いただいている資料がこれにあたります。この要求書に書かれた内容を簡単にまとめますと、点訳テキストの保証、建物の危険箇所の改善、展示ブロックの敷設などとなります。23年前の記録と比べると多少進歩していることがうかがえますが、まだまだ不十分であったこともわかります。このように同社が創立100周年を迎えた段階でも、大学による障害学生の支援体制はまだまだ未熟でした。本格的に同社において支援体制が真剣に議論され始めるのは、1982年に障害者問題委員会が設置されてからになります。第2章では、この委員会の発足がどのようにして支援制度の発足につながっていくかを見ていきます。